はい、こんにちは、チェジサです。今回は DPS 時間あたりのダメージ量の調査をした結果、雷属性のライトボウガンのおすすめ装備が判明したので共有したいと思います。まずおすすめの武器です。雷属性の武器は1種類しかありません。飛びかがちのライトボウガンです。12月に神王家のライトボウガンが来るとしたら、もしかすると使わなくなる可能性もありますが、少なくとも今から2ヶ月以上は第一線の武器のはずです。このライトボウガンは飛びかかちの爪がかなり必要なんですが、飛びかかち自体はよく登場してくれるので、作成と強化は比較的しやすいです。ジュラトドス、リオレイヤ、リオレウスの弱点をつくことができます。続きまして、おすすめの防具です。おすすめの防具は、カガチヘルム、ウルムーメイル、ギエナアーム、カガチコイル、ボロスグリーブです。弾のリロードを早める装填速度と、弾を撃った時の反動を抑えてくれる反動軽減を全力で持って、腰で属性を強化しています。レウスヘルムで火力を持った方が強くないとか、属性をもっと持った方がいいんじゃないと思われる方もいらっしゃるかと思います。私もそのあたり気になったので、このおすすめ防具を精査するために、装填速度と反動軽減のそれぞれのスキルレベルでのフレーム数を手作業で数え、 DPS 検証をしてきました。まずは装填速度です。弾の発射からワンクールまで装填速度レベル3の時が520フレーム、装填速度レベル2の時が570フレーム、装填速度レベル1の時が594フレーム、装填速度がついていない時が647フレームでした。手動でプレイしているのでブレがあるのと、機種によっては処理の速さの影響があるかもしれないので、あくまで私の環境でのものになりますが、目安としては参考にしていただけるかなと思います。装填速度レベル3とレベル2の差が 1.09 倍の時間なので、装填速度レベル3をレベル2に落とすことで全体攻撃力の 9% 以上の火力が上がるのであれば、火力スキルを代わりに採用するというのもありです。なので武器の物理攻撃力と属性攻撃力の合計値が500までであれば、カガチヘルムよりレウスヘルムの方が強力です。なんですが、500を超えてしまうと装填速度レベル3の方が圧倒的に強くなっていき、どんどんと装填速度の方が DPS が稼げるようになります。武器の攻撃力が上がれば上がるほど装填速度の価値が上がると思ってください。つまり長く使えるのは装填速度がついているカガチヘルムなんですよね。あくまで射撃しているだけの計測なので、 SP は計算に含まれておりません。 SP を含めた場合はおそらく2周目ぐらいまではレウスヘルムの方がちょっと強いかなと思うんですが、周回を重ねるにつれどんどんと武器の性能が上がっていき、カガチヘルムの方が強くなっていくんですよね。そもそもリオレウスの登場数が少ない上に、火属性のためにリオレウスの素材が必要となってくるので、ここで使うっていうのは結構もったいないんですよね。長く安定して使えるカガチヘルムの方が無難にいつまでも使えるのでおすすめです。また強化をすることで解放されるジャスト回避強化もいい味を出してくれます。それに装填速度レベル3があった方が弾を装填できるタイミングが増えるので、単純な DPS 以上に価値があるんですよね。被弾も減ります。ただ装填速度レベル3にするためにはレイギエナの腕装備の作成とアップグレードが必要で、かなりのレア素材が要求されます。作成がね、少し苦しいんですが、その分大きく DPS と快適性が上がります。本当に目に見えるように被弾が減るので、応急薬の節約にもなるんですよ。装填速度はとにかくインフレに強いので、完全上位互換の装備や装飾品が出るまではカガチヘルムとギエナアーム作り損はありません。続きまして、反動軽減です。反動軽減レベル3が520フレーム、反動軽減レベル2が674フレーム、
反動軽減レベル1が同じく674フレーム、反動軽減レベル0が752フレームです。そう、カガチのライトボウガンに関してはなんですが、反動軽減レベル1と反動軽減レベル2のフレーム数同じなんですよね。なのでレベル3にできないのであれば、レベル1で止めていただいても OK です。ただね、反動軽減レベル1、2とレベル3の差が 1.29 倍の時間もあるんですよ。攻撃力500の武器だと150以上の攻撃力をスキルで漏れないとひっくり返せないので、装填速度より顕著な差なんですよね。反動軽減の価値はめちゃくちゃ高いです。装填速度と同じく、今後完全上位互換の装備やスキルのインフレが起こらない限り、飛びかがちのライトボウガンに関しては必須と言っていいと思います。そう、あくまで今回の検証は装填速度もそうなんですが、飛びかがちのライトボウガンだとなので、他のライトボウガンの場合だと変わる可能性も全然あります。他の属性のライトボウガンに関しましても検証して動画でどんどん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録していってください。最後に注意点なんですが、今後マカレンキンなどが実装して装飾品が来た時はスキルの優先順位自体は変わらないんですけど、防具が変わる可能性は十分にあるんですよね。それだけご留意ください。ただおそらく12月まではこちらのおすすめの防具でいけるんじゃないかなと予想しています。あとは例えばこの間のディアブロス襲来でのディアブロスアッシュのように、イベントでしか出てこないモンスターで装填速度とか反動軽減とかついてる装備を出してくるっていうのがあれば、もしかしたら変わるかもしれないんですけど、期間限定のイベントクエストの装備を強化して使うっていうのはなかなかね、現実的ではないかなと思うので、基本的にはこの装備で間違いないかなと私は思っております。ということで今回は雷属性のおすすめライトボウガン装備を共有しました。本当はね、もうちょっと早めにこの動画出すべきだったんですけど、レイギエナの素材が出なかったっていうのと、あと TGS 関連でバタバタとしてまして、お時間いただき大変申し訳ありません。今後はね、アップデート後すぐになるべく早くおすすめ装備も出していきたいなと思います。またどんどんモンハンナウの動画も投稿していきますので、チャンネル登録と X のフォローもお願いします。またねー。